はい、平田家具店主任の平田隆です。今日はですね、ベッドのお話なんですけれども、ベッドをお買い上げいただいたお客様によくですね、これって玄関から入るのかと言われたりすることがあるんですね。それで今日はベッドの構造といいますか、バラバラになるので、その過程を見てもらおうと思います。まずこういうふうにベッドが普通にあるわけですけども、こう上にマットが乗っかってるんですね。これちなみにこれ店長ですね。それでこう、今店長が持ってるのはすのこという、床板と呼ばれる部分のパーツですね。ちなみにこの動画はですね、普通の速度じゃなくてちょっと早回して再生してますので、ちょっと世話しない感じになってます。ベッドの真ん中に今外した針金と言われる部分があるんですね。ちょっと歪みを抑えるようなパーツですね。そしてこう両サイドに枠があって、今店長がいじってるのがフットパーツと呼ばれる足の方向の部分のやつですね。それと両サイドにサイドフレームと呼ばれる板がありまして、今ちょっと持ち上げたのがヘッドボードという、ボードですね。これいろんな形がありまして、ただの板のやつもありますし、奥にある照明ですとか、そういうのがあったりします。これ主任ですね。僕ですね。さっきは分解しましたので、今これ2人で組み立てているところですね。さっきみたいにバラバラにして、お客様のお宅に持って行って、寝室なんかにこう置かしてもらうわけですね。今これ2人で、こう、四隅にネジがありますので、そのネジを締めているところです。締め終わりましたら、こういうふうに床板を乗っけていきますね。結構ベッドの構造ってそんなに難しい構造じゃないんですね。見てもらうとわかるかとは思うんですけれども、あとはこう場所を決めて、その上にベッドのマットレスを置くという形ですね。構造的には以上になりますね。はい、終わりです。